3月28日、ユニクロイネスがお値段下がってますね。見ていきましょう。もう早速下がっちゃいましたね、いろんなものが。特にパンツ類です。ボトムスですね。コットンチノパンツ。値段が3990円。洗いをかけた柔らかな履き心地のコットン100%のチノ。テーパードシルエットですっきり決まる。 このブルー、61番のブルーってね、綺麗な色じゃないですか全サイズ残っています。イネスもね、すぐお安くなってしまうんですよ。なかなかね、新作買うの躊躇しますよね。32番のベージュ。この色も全サイズ残っています。56番のオリーブ。69番のネイビー。ね、すべて。 残ってますね。シのタイプ。私はやっぱりね、このブルーね、水色がいいかななんて思うんですが、サイズ感も足首見え、ね、足首一番細いところが見えるのが抜け感があっていいかなと思います。ポケットももちろんついています。そしてね、コインポケットもついてますね。ちょうどいい股紙の深さだと思います。ベルトループもしっかりついています。カジュアルなね、綺麗なパンツです。 ということで、3990円はお買い得です。イージーパンツのストライプ、リネンコットンの素材や立体的なシルエット、ウエストゴムなど、ゆったり楽に履ける工夫が満載。ゼロイチューのオフホワイト、ストライプですね。コットンリネンなので、少しね、このシワ感があるかと思うんですが、これがまた抜け感につながって、楽な感じで履けるかなと思います。ストライプなので、 縦のラインを強調して、まあ、細見え効果もあるかなっていう感じですね。楽そうなパンツです。股紙も結構深いですね。フロントはちゃんときちんと感があって、後ろはバックラインはゴム仕立てということで、サイズ調整が楽ちんです。こちらも全サイズ残ってますね。 イージーパンツのチェック柄です。色が68番のこちらはブルー。チェック。これね、懐かしいって感じのチェック柄なんですよね。昔からある、まあ永遠のアイテムですね。楽そうです。14番のレッドです。ね、これも可愛いですよね。こちらも全サイズ残っています。 まあチェックはね、どうしてもこう子供っぽい柄にはなるのですが、これがまた大人が着るっていうのもいいかなと思います。たっぷりめですね。股紙がたっぷりめ。ハイウエストです。はい、楽そうなパンツ。これが3990円です。イージーパンツ。カラー69番のネイビー。こちらもリネンコットンですね。ウエストゴム。 ネイビーなので、どんなものとでも合わせやすいですね。トップスに何を持ってきても合いやすい。これね、大きいサイズの方はなくなっていますが、XS から L までサイズは残っています。このリネンとコットンっていうのがちょうどいいんですよね。リネン100%だと、シワ感がね、すごくあるし、コットン100%だと、 なんか、リ感だけで終わってしまうんですが、リネンコットンで柔らかさもある。そして、適度な緩やかさもあるっていうところで、3990円。ネイビーは合わせやすいかと思います。リネンコットンに洗いをかけて、ふんわりとした風合いに、綺麗なワイドシルエットが楽しめる、リネンコットンワイドギャザーパンツです。すごいギャザーがたくさん入っていますね。ウエストのあたりに。 なんかこう、お腹にちょっとね、ぽっこりお腹なんですが、私も。少し膨らみ感がある方は、これの方が楽に履けるんじゃないかなっていう気はします。ただ、シルエットがね、全体的に丸いので、ま、足長効果のことを考えると、ちょっとどうかなっていう感じはするのですが、ゆったりめに履けて、ウエストラインが少しこう、まあ、ふくよかな方は、こちらのパンツもいいかなと思います。 ただしね、これサイズ感ですね。サイズをどうするかっていうところにもよるかなと思います。バックラインのね、ウエストがゴムになっているので、サイズ調整は効くかなとは思いますが。はい、シルエット、全体的なシルエットはこんな感じです。これもね、XS から L まで残っています。お色はブルーと68番ブルーと。 0級のブラックですね。ブラックはやっぱりもっとこう、スッキリと見えるかなと思います。リネンコットンギャザースカートです。カラーがこちら31番のベージュ。スカートもね、いいんですよね。で、これ私ブラックがいいなと思ったんですけど、丈感がもうちょっと長いとね、すごくいいなと思いました。まあ、でもベージュも軽やかですね、やっぱり。で、これもね、全サイズ残っています。 こちらのブラック、ね、これいいなと思っているんですが、えー、私のウエストに合わせると、まあ、58か61、これ、ね、丈感が短かったんですよで。64ぐらいのサイズになると少し長かったので、あのヒップハングで履こうかなとも思ったんですが、えー、もうちょっと長いと本当に嬉しいなと思いました。3,990円。 ただね、コットンですっきりしていて、あの、パリっぽい感じはするのでね、ちょっとどうしようかなっていう感じです。はい。裏地もしっかりついています。コットンツイルギャザースカートのギンガムチェック。こちらも55から73のサイズまで14番レッド残っていますね。3990円。これはね、やっぱり私たち世代はどうしても まあ赤のね、チェックは可愛らしく見えすぎかなっていう気はしました。なので私は先ほどの黒のね、えー、一色のものの方が履きやすいなとは思いましたが、0ロ級のブラックはね、全部完売です。こちらの方がやっぱり大人っぽいのでね。ワンピース類の値下げは、これ前回から引き続きですね、コットンツイールシャツワンピース、このあたりが 無地もチェックも、はい。前回からの引き続き、リネンコットンベルテッドワンピースも前回からの引き続きでお値段がお安くなっています。コットンキャンバスハットですね。こちらが1990円になっています。いろいろな着こなしに合うキャンバスハット。広めですよね。つばびろです。小顔効果ありますね。お色は二色展開。こちらは カラー0級のブラック。そして30番のナチュラルです。唾が広いので紫外線防止。そしてね、サイズ調整が効くようになっています。3D ボーダーボートネックセーター、ね。こちらも前回からお安くなってますね。2990円。コットンカシミヤ V ネックセーターも前回から引き続きかと思います。 ニットポロカーデガン。2990円です。滑らかでクリーンな風合い。ゆったりめのシルエットでリラックス感のある着こなしができる。このピンク、綺麗なピンクですね。2990円。12番のピンク。00のホワイト。レイヤードスタイルでね、こんな風にも着こなしができます。61番のブルーも爽やかですね。発色のいい、爽やかなブルーです。 そして定番のネイビーです。はい、今日はユニクロイネスのパンツ類のお値下げ商品を見ていきました。血のタイプなのか、イージータイプなのか、イージータイプでもストライプなのか、チェックなのか、無地なのかっていうところでご自分のクローゼット、ワードローブを見ていただいて、ワードローブの中に仲間入りするっていうのを すんなり仲間入りできるのかななんていうのを考えながら選んでいただければいいと思いました私的にはパンツはね結構たくさん今回持っているのでリネンコットンギャザースカートのブラックこれをねちょっと自分的には考えてみようかなと思いますあとワンピース類もねお安くなっていますのでワンピースはね1枚で着てもいいしレイヤードスタイルで 全部フロントボタンになっているのでね、今は重ね着できてもいいっていう感じです。あと、ショート動画で、なんかポイント的にショートでまとめているのも出していますので、よろしかったらご覧になってください。綺麗めの着こなしとか、抜け感の着こなしとか、ね、プチプラのアイテムの着こなしとか、ショートで出しています。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する。 賢く買ってファッションを楽しもうを提案しているアラカンスタイリストです。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。